交わる拳地球かけて諦めるな掴もうぜ今始まる君のメテオミッション。魔の侵略者編開幕。地球を襲う黒い影。これって、なんかヤバそうだな、ゴテン。さ、いただくとしますか。いや、それにしてもすげえ戦いだった。もう、まったく、待ちくたびれたわよ。ジレンと人はもう蹴っちまったんか。それにもう一人のオラたちも戻る宇宙も別だしね。あとこっちの悟空くんたちは療養とパトロールのために先に帰ってるわ。トランクスだけ残ってるけど。ヤムチャさんもなんだかショックを受けてたみたいで入っちゃいましたね。でも父さんたちの戦いもすごかったな。俺ももっと強くなります。ベジータたちの戦いもすごかったらしいな。さあ、元いた時空の地球に戻すからね。おう、頼む。あれ、地球がない。なんだって？どうなってんだ。あ、そうだ、海王様はいるか。海王様のとこ行こう。星はあるみたいだけど、海王様の木はねえな。何か感じますね。ん？この木は。腹が膨れました。おい、おめえ何してんだ。まさか魔人オゾット。超時空トーナメントとやらはもう終わったのですね。おめえ、海王様どこだ。海王、あの虫と猿を連れたやつですか。食いましたよ。食った。一緒に食った地球とやらも素晴らしい味でしたよ。では私は神狩りで忙しいのでね。いや、それにしても地球の神も美味でした。あのナメック星人。地球？神狩りとは何だ。あなたたちの質問に答える必要はありません。私は忙しいのです。おい、待ちやがれ人の星を。貴様、ただで済むと思うなよ。俺も加勢します。こっちはそもそも体力を使い切ってる。すげえ気を感じる。おやおや、オラたち本気出さねえとダメみてえだ。ほうほう、孫悟空にベジータ、ご飯、ピッコロ、トランクス、そしてあなたは時の海王神ですね。いきなり何しやがんだ。ピッコロさん。ピッコロ、あなた元神ですね。その力には興味がある。いただきますよ。悪いですが、今のあなたたちでは話にならない。しかし、サイヤ人とは不思議なものだ。力が高まってきている。素晴らしい戦闘力だ。あなたたちもいただくとしましょうか。ご飯！貴様！ギャリックハーン！
なんてパワーだ。素晴らしい。おい、ご飯たちを返しやがれ。何を買った気でいるんですか。あなたたちでは私には勝てませんよ。残念ですが、私が食べた地球にバラバラになっても復活する不思議な魔人がいましてね。素晴らしい回復能力じゃないですか。これはブン。もう少し絶望を与えようか。私たちもいるよ。褒めろ。この姿でいると気を察知されないんですよ。不思議ですよね。私は吸収したものに変身する力があるのです。こいつは一体。私の分裂体ですよ。そして私たちが合体することで。パワーが何倍にも膨れ上がってくる。みんな一旦引くわ。時の巻物よ、その力を貸して。時の海洋神、少々厄介ですね。でも実に興味深い。